埼玉県熊谷市の立正大学を訪れたのは、北海道日本ハムファイターズの坂本浩一スカウトら2人で、奈良間選手に即戦力として期待していると声をかけました。奈良間選手は常葉大菊川時代には1番ショートとして活躍し、夏の甲子園ベスト16にも貢献。立正大学でも1年からレギュラーをつかみ、今年はキャプテンも務めるなど、その人間性も高く評価されました。心技体、あとは人間性ですよね、を持った選手というと、僕は奈良間君の右に出る選手はなかなかいないんじゃないかと評価をしておりました。内野手として身体能力はもう抜群ですし、必ずやファイターズの戦力になってくれる選手だと確信をしておりまして、1年目から1軍で活躍する姿が見たいという言葉をいただいて、本当にまだまだやらない足りないところは多くあると思うんですけど、その本当に期待に込められているっていう思いを受け取って、本当にそれを応えられるように頑張っていきたいと思いました。